去年7月3日に起きた土石流災害では、関連死を含め27人が命を落とし、今も1人が行方不明です。遺族や被災者は、消防に第一報が寄せられた午前10時半に手を合わせ、犠牲者の冥福を祈りました。月に一度じゃなく、ほとんど毎日来て見てるんですけども、また戻っちゃうけど、なんでこんな風になっちゃったのかなっていうふうに思いますね、いつも。また県警は、およそ100人体制で、いまだ行方のわからない太田和子さんの捜索に取り組みました。7月3日で、発災から1年ということになります。ご家族のお気持ちに寄り添えば、1日も早く発見できるように最大限努力していきたいというふうに考えております。こうした中、藍染橋付近の土砂をふるいにかけ詳しく調べる作業で、太田さん名義の診察券2枚が見つかりました。太田さんの手がかりが見つかったのは初めてで、県警は明日も作業を続ける方針です。